緑黄色社会、長屋春子、もともとファンだった作品とのタイアップに、本当に嬉しかった。10月3日、火曜日深夜、4人組バンド、緑黄色社会のボーカル長屋春子がパーソナリティを務めるラジオ番組、緑黄色社会、長屋春子のオールナイトニッポン X、クロス、日本放送、毎週火曜24時、が放送。新曲、花になって、がテレビアニメ、薬屋の独り言、OP テーマになることを発表した緑黄色社会、長屋春子。緑黄色社会の新曲、花になって、が、10月21日より放送のテレビアニメ、薬屋の独り言、のオープニングテーマに決定したことを発表した。同アニメは、高級を舞台に、毒味役、の少女が様々な難事件を解決する謎解きエンターテインメント作品。10月1日に、楽曲の一部が聴ける最新 PV も公開された。薬屋の独り言は、小説がコミカライズされて、今アニメになっているんですけど、私はコミカライズされたものをもともと読んでたんです。本当に面白いのよ。薬屋だった女の子が、その知識をもとに事件を解決していく話なんですけど、出てくるキャラクターとか、世界観の設定がすごく魅力的で。だから、タイアップの話があります。って言われた瞬間、リアルに、マジですか？絶対やりたいですって飛びつきましたね、わら。担当させていただけることになって、本当に嬉しかったんです。曲もいい感じに出来上がってるんですよ。私たちなりに全精力を費やして、アニメに合った曲ができたと思ってます。あと、びっくりしたのが、普通、初回放送は1話なところ、この作品は初回に3話一挙放送なんです。すごくないですか？つい最近、先行上映会があって、見てきたんですけど、モーガが美しすぎてね。息を呑む美しさです。そういう世界観も相まって、本当に素敵な作品だったので、ぜひ、放送も私たちの曲も楽しみにしててほしいです。以前から漫画を愛読していたこともあって、主題歌を担当する話を受けて飛び上がるほど驚いたという長屋。なお、エンディングテーマ、合言葉は、アイナ・ジ・エンドが担当。長屋は、昨年のブロードウェイミュージカル、ジャニス、でアイナと共演していることから、その話を聞いた時も、すごく嬉しかったんです、と喜びを爆発させていた。